牧場変ね。わらないな、ここは。なんかさ、言ってたもんね、こうもさ、うちの馬を預けてるみたいな。のどかだねーで行くかな。なんか、普段だったらこれで良さそうだけど、なんか、変わらないなって、なんか言ってるから、のどかだね。のどかだね。ほちょっら。とさ、北海道みたいだろ、ここ。やったね、バッチリ好印象。何？よし。髪も不死身だぜ。あ、そうなの。やっぱお前最高。毎日こういう日ならいいのにな。それな。何？毎日遊びてえよな。じゃあ、俺もお礼のチューを。嘘。誠であれ。さて、ヒロインを家まで送り届けるか。おう。ヒーローだからね。頼むわ。じゃあ、おやすみ。じゃあな、動物よ園。かった。ライオンの餌の時間に間に合って。おお。なんかさ、ルカって一緒になんか動物見たくなる。すごい迫力だったね。私たちのお昼がまだだよ。ルカ君は動物園好き？お昼がまだだよはちょっと違うんじゃない？あ、みたいな。なりそうで怖いから。まあ、ライオンの餌の時間を見たかったってことがすごい迫力だったね。だろ？口開けるときにさ、ものすごい顔になったな。あ、やったね。おし、バッチリ好印象。よかったね、見られて。ああ。手、つなぎたい？ちょ、くすぐったいよ。へへへ。でね、今日ね、誕生日なんだよね。うん。じゃあ、今日最後のサプライズだ。ハッピーバースデー、しーちゃん。覚えててくれたんだ。嬉しい。ちょうどデートもできたし、今日渡せてよかった。ありがとう。いやー、すごいよね。これ、誕生日プレゼントくれるとき、基本的に家にさ、ピンポンって来てくれるじゃん。それが、そのテスト週間とかと被って、当日渡せなかった時用のセリフもあるし、こうやってデートが、被って、その帰りにもらうっていうセリフもあって、すごいよね。ありがとね。ありがとう、ルカくん。どういたしまして。俺も嬉しい。うわー、大好き。それじゃあ、またね。またね、ありがとう、本当に。ルカくん。今日は素敵な誕生日だったのね。いいわね。何もらったの？開けて開けて。写真集、イルカと泳ぐ海。素敵。へえ、イルカと泳ぐか。ルカくんらしいかもね。似合う。泳いでそうだもん、イルカと。明日から期末テストだ。頑張ろう。まあまあまあ、悪くない悪くない。まあ、こんなもんかな。わ、普通だ。あ、ルカくん。なんかこう、いじりづらいな。どうせならさ、もっと転落してみるとか、どなんてこと言うの。 頑張ろう？よし。じゃあ、どっちがたくさん転ぶか、勝負。え、これめっちゃいい。ちょっとルカと絶対スケート来ないとなと思ってきたんだけど、で、これめっちゃいい。だってルカ上手なんでしょ？上手な人がこれ言うのめっちゃいい。普通は逆だよ。お待たせ。スケート得意だっけ？やばい、運動パラ的に、どうだっけ？ うまいって言っていいかな？手堅くいくんだったらこっちやけど。いっちゃえ。インバウンド寄せだよ。マジ？トリプルアクセルやって。あ、よかった。できねえよ。 そこまでは。 やったらバッチリコインショ。メリークリスマス。メリークリスマース。メリー、そしてクリスマそしてクース。リスマース。かわいい。 メリークリスマース。ご機嫌だね、ルカくん。まあね、食べ物がいっぱいあるから。お腹いっぱい食べな。なるほどね。ドレス着てるね。そうなんだよ。ど正直な感想とお世辞とどっちがいい？ これ大好き。 じゃあ正直に。すげえかわいい。ちなみにお世辞の方は超かわいい。こんなかっこいい人にこんなこと言われてみな。 やった。何？あのさ、ちょっと行ってきていい？あ、いいよいいよ。みんなに挨拶？いや、お寿司出てきたから行ってくる。すごいかっこいい声で言ってくる。いってらっしゃい。 じゃあね。そんじゃ。そんじゃね。したら。いたのか、お前。いたよ。あ、したら先輩。服に着られる。そんな感じだな。ドレスを着慣れてないんだ、要するに。おい。 違
自分がこういう場に慣れてるからってなんだよ、さすがに決まってるな、したらプレゼント何が回ってきたんだろう、開けてみよう。蓋の開いたメープルシロップ蓋が開いてる、よっぽど食べたかったのかな大当たりやったいいでしょう、それが一等賞だよ、つまり俺の出したやつ。嬉しい、本当。あ、ルカ君が持ってるの私の。嘘。そう、クリスマスの奇跡ってこと。そうだよ。よし、開けちゃおう。開けて開けて。すげえ。お、いいなこれ、他のやつのになんなくてよかった、大切にする。よかった、喜んでくれて、大事にしてね。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。よし、こうして高校生活初めてのクリスマスイブは終わった。よし、いい感じ。よしよし、いい子だ。あ、行くぞ。よっと。あれ、もしかしてあの預けてるって言ってた馬乗ってる。おおおお、近くで見ると結構大きいね。まあね、これでも6歳だよ名前はセントクリストファーな、クリストファー。やっぱり預けてる馬だ。クリストファーめっちゃ可愛い、白馬だったんだ。6歳って言ってたもんね、こうもね。よろしくね、クリストファー。ほら、手貸して。いや、私も。そう、一緒に乗るんだ。あらま、あらま。ほら、捕まって。あ、はい。でも大丈夫かな。大丈夫、こいつすごくおとなしくていい子だよ。そうだろ。ひひん、ほんと。本当だってほら、おいで。めっちゃ可愛い馬。やっぱお前最高、毎日こういう日ならいいのにな。馬見せてくれてありがとうめっちゃ可愛かった、ありがとうね。じゃあ俺もお礼のチューを嘘。あ、でまだ誰だろう。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー、ありがとう、明けましておめでとう。な、初詣行こう、正月だし。行く行く、ありがとう誘ってくれて。これから単車飛ばしてそっち行く、それから神社急ぐんだ。気をつけて、そんなに当てなくても神社逃げないよ。オッケー、じゃあ気をつけて飛ばす全然聞いてないやっほー。しーちゃん、明けおめ。明けおめ。ちょ、まだ振り袖買ってないんだけどさ、まあ1年目ぐらいね。明けましておめでとう、ルカくん。じゃあ行こうか。うん、すげえ人。すげえよな。うん、ちょっと並ばないとダメかも。たこ焼き食いながら並んでいい？待ち当たりだよ。そっか、そんじゃ甘酒だ。甘酒はいいんだよ、違った？かわいいな。もう、すごい人だったね。もうたこ焼き食っていい？甘酒もいいよいいよ、食べな。いいよ。あ、おみくじ聞こう聞こう。たこ焼きの前に？うん甘酒は？おみくじ引いたらすぐ引こうかよし引こう。大吉出ろ大吉出ろ。運勢は、あー今日だいっつも悪いな私これ。ルカ君は何だった？ちょっと待って。うん、わーお、何だった？大凶。大凶、本当に？本当、神様ひでえよたこ焼き食べよう。あんまり気にしない方がいいよ。気にする、超気にする。神様覚えてろ復讐誓うなよ、多いならその際になあ、うん、初詣ってさ、これでおしまい？まあ一般的にはそうだね、大体こんな感じだよ。どうして？そっか、もっとこうさ、神様的な人が出てきたりすんのかと思ってた大騒ぎになるよ残念だったね。まあね、寒いから行こう、送ってく。あ、ありがとう、楽しかったね。ありがとうルカ君、今日はどうするの？寝ます、もちろん今年もよろしくよろしく寝ます、もちろん、いいねこちらこそ。よし、じゃあどっちがたくさん転ぶか勝負また助けてきちゃった。ほら、今度は手つないで風車みたいに回転。あ、楽しそう。オッケー、くるくる回ろう。無理無理、恥ずかしいよ。じゃあオッケー、くるくる回ろうよし、
行くぞ。めっちゃ可愛い。やったね、バッチリ好印象。よし。寒い。寒いね。そうだ、今日はこうして一日くっついてよ。ナイス提案。ルカへの手作りバレンタイン頑張るぞ。はい、これ絶対結婚。あ、ルカくん。しーちゃん、あれなんでだろう。今日は一段と可愛い。ありがとね、分かってます。はい、バレンタインのチョコと。すげえ。お、俺の好きなトッピングばっかり。お、よし。オーダーメイドってこと？そうだよ、手作りだよ。マジ？お前ってさ、チョコの職人なんだっけ、職人だ。職人、ショコラティエでしょ。それだ、俺ちょっと自慢してくる。かわいい。え、待って、開いちゃった。ちょっと恥ずかしいけど、ルカ君喜んでくれてよかった。かわいいな。職人って言われた。あれ、ルカ君もう来てる。早かったね、待ったでしょ。この辺さ、うん、時々悪いやつが出るだろ。それで早く来てくれたの。ヒーローっぽい。うん、めっちゃヒーローっぽい、かっこいい。行こう。大好き。早く行こう。心臓の音聞こえる？すごくドキドキしてるんだ。キャー、やばい。私の心臓の音も聞いて。てん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 。トゲトゲタルメイロ。聞こえてあるか、私の心臓の音。トゲトゲタルメイロなんだ。いいね、その服。そばにいるとホッとする。うわー、何その褒め方、最高。え、これ？うん、あったかいココアみたい。かわいい、よかった、すごく喜んでくれたみたい。見上げた顔、やばい、はあ、やばい、惚れてんじゃん。もっとずっと一緒にいたいのにな。また誘うから。 ありがとう。何？うい、お別れの宙にはまだ早い。ひーし。お、あ、名前呼びだ。ダメ？ちゃんってつけなきゃ。あ、いいよ。あ、でもな、あのしーちゃんっていうさ、そのちゃん付けの呼び方めちゃめちゃ可愛いけどな、ルカのちゃん付け。正直めちゃめちゃ気に入ってるけど、でも断るのもちょっと心が痛いから。いいよ、よかった。でも急にどうしたの？急じゃない、ずっと考えてた。結構勇気出したんだ。だからもう一回呼ぶし。ああ、よかった、受け入れて。なんだかちょっと照れるかも、呼び捨てになった。うわー、仲良し度がアップした感じ、嬉しいね。し、もう少しだけいいだろう。あ、いいよ、大丈夫だよ。うん。じゃあ行こう。かわいい。ん？あんたかわいいね。お前しか見てない。へえ。見えてない。ルカ君、音楽とか聞く？何か好きなのある？よく聞くよ。お、好きかどうかは微妙。コウがさ、うん、よくうちでレコードかけてる。そればっか聞かされる。素敵だよね、レコード。レコードって CD とかじゃなくて？なんか古いロックみたいなやつ。 CD じゃダメなんだって。こだわりあるんだよね。へえ、こだわりがあるんだね、きっと。かっこつけてんだ、キザだからね。ちょっとわかる気がする。ルカ君もレコードかけることあるの？あるよ。でも俺がレコードに触るとコウがめちゃめちゃ怒る。それもなんかわかる気がするよ。やった、期末学年1位だ。わーい、バンビ。一番ってすごくない？すごいっしょ。夏脇さん、ありがとう。学年トップのバンビ、あー、かっこいい。ありがとう。嬉しい、やった、夏脇さんに褒められちゃった。お、びっくりした。おい、あ、ホワイトデーか。スターに高級チョコあげたから。これホワイトデー、お前の分。ありがとうな。ありがとうございます。急に真顔のしたら出てきたからびっくりした。はあ、やっと配り終えた。誰だよ、こんなイベント考えたの。これは義理だよね。お、し、ルカ君、ちょっとおいで。うん、呼び方かわいいな。おお。何？いや、チョコのお返しにチューを。今の顔かわいい。嘘嘘。本当はこれ。はい。ありがとうね。わあ、ありがとう。どういたしまして。何もらった？
天使が踊るオルゴール。あ、かわいい。わ、かわいい。この天使、ちょっとルカ君に似てるかも。おい、したら、一緒に帰ろうぜ。なんで？絶対来るやつだ。そうしたいなって思って。たまには歩くか。お、行こうぜ。よかった。それじゃあ行きましょう。なんか会話あるかな。したら先輩、春休みの予定は？あ、眠い。出た、眠いやつだ。あったかくなってきましたもんね。それでしたら先輩、春休みどうするんですか？パリで。パリで？あ、旅行ですか？レントコングランエスプレッショーネを。え？何か言ったか？したら先輩、もしかして今寝ぼけてた？ウケる、これ好き。桜の花でいっぱいだ。あっち行ってみよう。うん、行こう。今日お花見。そのまま。今日は俺だけのものだ。今日はとは言わず。一生涯。ルカ君待てよ。あ、行っちゃった。すごいな。満開だ。すげー綺麗だね。すぐに散っちゃうんだね。お団子は食べたいな。あー。いや、これ間違ってなさそうだけど、ちっちゃいはちょっと悲しいもんね。無難に言っとく？綺麗だな。うん。桜にはさ、うん、その言葉が一番合ってる。綺麗だ。あ、綺麗だよね。よかった。やったね。よし！バッチリ好印象。もう、こんな時間か。うん。どんなに一緒にいたくても、離れなきゃいけない。悔しいけど、子供なんだな。あー、結婚しようね。ん？絶対結婚しようね。多分お前と同じこと考えてる。やったねえ、ルカ君の趣味って何？趣味？うん、趣味か。趣味はね。何？忘れちゃった。忘れちゃったの？自分の趣味だよ。俺の脳みそどうかしてるからね。おー。でも最近ハマってることならあるよ。あ、教えなさいよ。何？し、あ、何何？だからお前。あ、私？もうふざけてばっかり。怒られちゃった。このルカの怒られちゃったとか何々しちゃった大好き。今日もありがとな。後ろ髪引かれるってこんな感じか。うん、後ろ髪引きやすそうな髪型してるしね。お礼を言うのはこっち。じゃあおやすみ。お、ありがとな。したい？俺はしたい。うわ。ローリング来た。おお、今日は調子いいじゃん。うん、自分実力がついたんだよ。ルカ君にはかなわないよ。今日は泣かしちゃうかもよ。あ、じゃあ逆に泣かしちゃうかもよって言ってみよう。お、上等。じゃあこっちは必殺技出しちゃおうかな。最高。その目つき最高。うん、いい感じだよね。あ、いい感じか。絶対負けねえ、水落ちパンチ。幸せって感じられるほど胸が苦しくなる。ごめん。水落ちパンチしたから私が。ルカ君って中学生の頃どんな風だったの？中学の頃？うん、今よりマイナーだった。マイナー？うん、街でチャレンジャーに絡まれるの今より少なかった。チャレンジャー、そうだったんだ。他には？他は、あ、そうだ、あ、髪がね、黒かった。あ、そうだよね。だってこうも言ってたもん。なんかそれでさ、高校上がるのに兄弟で同じような髪型はちょっとあれだから、こうがあれにして、そしたらルカが金髪になっててみたいな。へえ、どうして染めちゃったの？気がついたらこうと同じような髪型になっててさ。うんうん、なんか双子みたいだから染めた。こいちくんと同じって、じゃあルカくんもああいう。まさか今の髪が黒かっただけ。俺が髪染めて帰ったらあのダサいリーゼントになってた。ダサくないよ、かっこいいよ。俺もイメチェンだって。すぐ真似っこするんだあいつ。かわいい。ありがとな今日も。ほら、お家の人が心配するよ。いいんだそんな。お礼を言うのはこっち。じゃあおやすみ。じゃあな、アルカから電話でお誘い。うん、空いてるよ。じゃあさ、うん、俺の部屋来なよ。来た、おうちデート、ぜひ。じゃあどこで待ち合わせしよっか。まあ、迎え来て。自宅前かな。だな。楽しみだね。じゃあ俺はその倍。倍じゃ聞かねえよこっちは。よ。なんか照れるね。やばい。
そんじゃ。ルカの部屋だ。しゃ。ルカ君からデートに誘われちゃった。日曜日が楽しみだな。しゃ。ようこそ。俺たちの秘密基地へ。お邪魔します。それじゃあ失礼します。そういえば、ちゃんと俺の部屋に上がんの初めてだっけ？なんかさ、多分学校で着てるシャツみたいな引っ掛けてない？あのさ、絶対起きるさ、あのおうち訪問イベではさ、あれかかってなくなかった？確か。素敵な部屋だね。男の子っぽい部屋だね。個性的な部屋だね。どうしよう。これどれ？やばい。素敵な部屋。素敵な部屋にしとこうかな。素敵な部屋だね。本当に？そう思う？俺も気に入ってる。ちょっと散らかってるけどね。全然綺麗だよ。やったね、バッチリ今週。よし。部屋の中見ていい。わー。これベッドに光すごいね。朝の日差しで起きてんのかな、これ。いいベッドでしょ。うん。シングルだけどね。でも二人までなら。嘘。この半笑いで言うのめっちゃいいな。やばい。まだ帰したくない。いやー、帰りたくねえよ、マジで。何？マジありがとね。デート終わらせられなくなっちゃうじゃん。いいよ、無限にしようぜ。俺うちまで送るよ。ありがとね。ありがとう、送ってくれて。まだ1年目ギリギリ1年目の終わりぐらいだから。今がこれで1回目のおうちデート。おうちデートもさ、セリフが3回まで他のデート場所と同じであるから、また誘われるといいな。おうちデート何？また絶対誘って。家わかった。よし。今野先輩。あ、しおさん、おはようございます。あ、おはようございます。今週は挨拶運動習慣なんだ。あー、よくあるよね、挨拶運動。うん、僕の前の代から始めたんじゃなかったかな。あ、そうなんだ。やれやれ、やっと大声を出し続けるのに慣れてきたところだよ。うん、朝は声が出なくてさ。そうだよね。おはようございます。おはようございます。挨拶運動が生徒会執行部っていろんなことに取り組んでるんだな。ね、朝早く来て大変ね。ああ、今度先輩だ。一緒に帰りませんか、たまちゃん。あ、君か。うん、一緒に帰ろう。うん。ごめん、今日は急ぐから。やだ。それじゃ。やだ、待って。言っちゃった。あの、たまちゃんの挨拶運動イベを見たことで、新しいこれ、このやつが解禁されたから、ちょっとついでに見てみようかな。1年の冬休み直前。生徒会執行部はつい先ほど今年最後の定例会議を終え、部室はすでにガランとしている。戸締まりを確かめて僕も帰ろうとしたら、ガラリとドアが開いた。ほう、え、ほう、ほう、あれ、もうみんな帰っちゃったのか。めっちゃ誰。立ち絵のある人が出てきた。え、赤木先輩。赤木先輩、本編って出ないよね。出んのかな、なんかイベントによっては。赤木先輩ね、思いがけない人が入ってきた。赤木先輩はすでに執行部を引退して受験勉強に専念しているはずの OB だ。引き継ぎも全部終わってるし、一体どうしたんだろう。じゃあたまちゃんのさらに一個上って感じだよね。執行部のクリアファイルを返し忘れててさ、うん、休みに入る前に返しておこうと思って。あ、なるほど。僕の考えを読んだように言って、数枚のクリアファイルを長テーブルに置いた。ファイルの隅には羽ばたき学園生徒会執行部と赤のマジックペンで書かれた小さなシールが貼ってある。部員がうっかり私物化しないよう、部費で買った文房具類全てにその印がついていた。へえ。それくらいもらっても構わなかったのに。生徒会長がそんなこと言ったらダメだろ。なったばかりですけどね。成り立てでも1年生でも生徒会長は生徒会長だ。赤木先輩、そりゃそうだ。赤木先輩は面白いものを見つけたという顔で僕を見ている。帰るならそこまで一緒にどう？はあ、別に無理にってわけじゃないよ。気を使わなくていいから。いえ。そう言われて断れる人がいるだろうか。赤木先輩に悪気はないんだろうけど、物言いがたまにストレートすぎて返答に困ることがある。そういうところが羨ましいと思う反面苦手でもあった。ああ、タイプが違いそうだもんね、たまちゃんと。今日の議題は何だったんだ？3学期が始まったら挨拶運動をやるんです。だから今年のうちに当番決めを。へえ、あれ続けるのか。なくすつもりだったんですか？消えたら消えたでしょうがないとは思ってた。へえ、続けるのか。ほう。赤木先輩は少しの間僕の顔を眺めると何も言わずに笑った。おえ、もう完璧。うん、神様ありがとう。
めっちゃ好みの服装だったから。え、飾りすぎず地味すぎず、それでいて女の子らしさ全開スタイル、まさに天使。ベタ褒めじゃん。よかった、すごく喜んでくれたみたい。すごい、お、モデルみたい。畳みかけてくるね。え、今日のファッション、流行りのアイテムもすげー似合ってる。うん、ありがとう、頑張っておしゃれしてよかったね。大変、ポップコーンが売ってない。そう、今日はね、ルカとプラネタリウム来た。なんか俺眠くなりそう。ん、いいよ寝ても。あー綺麗、どうだった？寝てたね。天の川が綺麗だったね。寝ちゃった、ごめん、最新鋭の装置だったね。あーでもルカが寝ちゃったっぽいから、一緒に寝ちゃった。じゃ俺もごめん。最高。いい感じだよね。気をつけて。ありがとう。ルカ君の将来の夢ってどんなの？夢か。うん。うん。ん？ノーフューチャー。夢なんてないね。全然。全然。そもそも将来がない感じ。よくさ、早死にするって言われる。ああ、なんか危うさがあるのはすごいわかるわ。でもなんか美しすぎて。なんかそういう意味で美人薄命的な、でなんかちょっと本当に危なっかしい感じがあるから、そういう怖さ美しさあるよね、ルカって。それは危ないことばかりするからでしょ。あ、そうか。もうもっとちゃんとしなくちゃダメだよ。刺さるわ。思わぬ角度から刺された、ジャケコに。ごめん、でもさ、なんかバカなことやってないと俺、うん、生きてるって感じがしないよ。ああバラバラになりそう。ああルカ、やっぱりそういう感じだよね。なんか適当なことばっかり言ってるしさ、なんかこうクレイジーな感じにしてるけど、なんかギリギリ保ってるみたいな感じがすごい怖いんだよね、本当に。なんかさ、嘘っぽいもんね、なんかこう全体的に。これもなんか本当にプロってすごいんだなって話にまたなるんだけどさ、なんかさ、普段のちょっとふざけてる時とかのさ、話し方とかがこう嘘っぽいっていうか、なんだろう、この嘘っぽい演技みたいな感じじゃん。俺ってこんな感じだからっていう風な、その周りに対する俺ってこうだからさっていうのがある演技っていうかさ、その嘘っぽさの演技がさ、すごくない？ルカってプロってほんとすごいよな。そんな、そういうわけでこれからもよろしくね。あー、ルカ、ルカくんバラバラになりそうか。うん、でも分かるような気がするよ。バラバラになんないでね。まあ、なったとしてもかき集めるけど。いい天気。うん。眠くなりそう。また眠い。寝起き覚ましも散歩する？お。ん？ここにも桜草が咲いてる。あ、そうなの？桜草？どこ？ほら、こっち。あ。お、お、お、お。小さくて可愛いね。よく生えてるの？え、かっこいい。めちゃんこかっこいいんだけど、やばい。気に入った？うん、かわいいな。そうでもない、店では売ってるけどね。きっと誰かが種をまいたんだ、鍵が欲しいやつが。はあ、鍵って？外国じゃ鍵の花っていうらしい、この花のこと。鍵の花、何かの鍵なの？知りたい？うん、教えて。教えない。どうして？お前笑うもん。え、笑わないって。妖精の鍵、これを持ってると妖精が道案内してくれる。妖精の鍵、あー思い出よみがえる。妖精の鍵、どこかで聞いたようなね、言ってたもん。好きなの一つ選んで。好きなの、じゃあこのちょっと赤いの。うん、積んじゃうの？こうして。おお、はっ、はい、指輪ができました。すごっ。あげる。え、すごっ。どうぞ、似合うよ。え、ありがとう、かわいい。もうこんな時間か。どんなに一緒にいたくても離れなきゃいけない。悔しいけど子供なんだな。え、かわいい、のんのもらった。エンゲージリングもらった。本日もありがとうございました。後ろ髪引かれるって
こんな感じか。え、もう綱引きぐらい引いてる私今もう。ルカの後ろ髪。俺の部屋来なよ。よしよし。2回目来た。早くも2回目。いいぞ。ルカがめっちゃ家に誘ってくれる。よし、行く。絶対行く。あ、藤山。藤山出た。こんにちは。はぁ。ようこそ。俺たちの秘密基地へ。お邪魔します。それじゃあ失礼します。ん？めっちゃ嬉しい。いて。お返した。はぁ。二人っきりになるとさ。うん。やばいね、その服。おう。俺、悪い子になったらごめん。あ、これ着てる服装による特別なコメントだ、これ。さてと。お。なんかしたいことある？中学の頃のアルバム見せて、部屋の片付けしてあげる。ベッドの下掃除していい？これ違いそう。アルバム見てーけど、どう？なんか、ちょっと嫌がりそうだな。片付けしてあげる。あー、これかな。でもアルバム見たいな。いいかな、アルバム。行ってみるか。言うだけ行ってみよう。アルバム？うん。いいけど。あ、いいの？引くかもよ。特に、こうの写真。なんで見たい？自分で誘っといてあれだけど、うん、普通？ごめん。ごめんごめん。じゃあ、おやすみ。おやすみ、ありがとう。絶対また家誘ってね。お兄の出た。ここの購買ってさ、なかなかいいメニュー揃ってるから悩むよね。悩むよね。兄のやっぱりかっこいい。運動会か、競技何でよっかな。大玉転がし、二人三脚。まあ二人三脚でよるかと。うん、二人三脚に出よう。パートナーどうしようかな。また逃げた。もう相手決まってんのかな。また狙われてる。おう、C、あ、ルカくん小さい声で。ルカくん、パートナー決まった？まだ。セーフ。あ、行こう。あ、やった。位置について。よっしゃ、よーい。絶対勝ってやるぜ。右、左、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 イエーイ。一番一等賞、イエーイ。やった、息ぴったりだったね。愛し合ってるからね。え？久しぶり本気で走った。えらい、えらい。ルカが本気で走って追いつけるじゃ結構すごくね。ルカくん、えらい。やったね、一等賞。二人の勝利、おめでとう。次は、あ、ルカくんだ。はあ、やっと回ってきた。お待たせ。お待たせしました。おとなしく待ってたご褒美に2回踊っていい？いいよ。次したら。よろしく。よろしく。もっと愛想よくしてくださいよ。今日はどっちにする？あのね、ダーツ行けるようになったから、ルカとダーツ行きたくて。ダーツコーナーがいいな。了解。じゃあ行こっか。行こう。おう、 C、 ダーツできんの？お、出たよ。誰に聞いてんだこれ。点が高ければいいんでしょ。全然わからない。いや、これはもう選びたいでしょ。誰に聞いてんだこれ。上等だこれ。じゃ、気合い入れていくか。最高なんだけど。コウと一緒じゃん。だってコウもさ言ってたよね、上等だこらって。やばい、このヤンキー兄弟。大好きすぎ。上等だこら。ヤンキーがヤンキーのやつをあえて言ってくる。このこれって最高。やったり。コミッション。あのね、好きな女の子のタイプってなんかある？あるよ。お、教えなさいよ。それってどんな感じ？そうだな、まず子供が好きなんだ。おう、子供たちからも好かれてる。ほうほう、なるほど。ねえ、それから？それから技を持ってる。技？そう、3つくらいは持ってる。必殺な感じの技。へえ、なんか先が見えてきたような。ヒーローだね。で、マッハ7で空を飛んで、ピンチになると。分かった、もういいです。もういいです。あれ、また怒られちゃった。怒られちゃったね。だって真面目に聞いたのに。ごめん、怒った？じゃあ今のままでいいや。うん、な。お。あ、ルカくん、お前
今度の休み空いてる？空いてるよ。どこ行く？水族館行こう。あ、俺あそこ好き。行こう行こう。もうイルカショーも始まったから、ちょうど誘ってくれてありがとう。じゃあどこで待ち合わせしよっか。羽ばたき行くかな。だな。よし。あれ、イルカショーやってる。え、行こうよ。イルカショー見に行こう。やっぱり。うん。じゃあ今日はこっちにしよう。うん。やっぱりの言い方かわいい。楽しみだね。おお、はあ。やっぱすげえな、あいつら。すげえよな。すごいジャンプだったね。イルカ可愛かったね。餌あげたかったな。あー、なんかどれでも良さそうだけどね。でもすげえって言ってるから、すごいジャンプ。そう。羽がついてるみたいだ。かっこいい。かっこいいよね。よし、マッチリコインしよう。あ、俺。出たよ。お前といるのが、本当に幸せなんだ。出た、つっつきタイム。よし、頑張るぞ。つか、かっこいい。どうしよう。わがまま言いたくて仕方ない。何それ、言ったらいいよ。何、どんどん言いなさいよ。あ、いけねえ。変な声出た。うおーっす。少し待って。抑えられなくなる、これじゃ。左上乗るか、かわいい。顔かわいいな、左上。はあ、どこまで行くつもり。左上可愛すぎ。来て。もうダメだ、俺。よし、許可が出た、行くぜ。うおらら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 。ストップ。はーい。あの、ごめんね。嫌だった。何が？え？何があって、だって。だから、何のこと？言って。おー、こういう感じで来る。あの、触ったりしたことだけど。なんだ、そのことか。全然、嫌じゃないよ。あ、ならよかったけど。ただし、お互い様なら。だけどさ。おい、あの、私。今じゃない。いつかね。明日とか。結果を急ぐバンビ。あれ、なんだか微妙なムード。じゃあ帰るわ。ルカ、これ1回目だからね。あと5回あるから、この回は楽しみすぎ。ルカくん、ルカくん。し、ねえ、もしかして。そのまさかだよ。今日はルカの誕生日だからね。おめでとう、これプレゼント。やったね、開けていい？早く開けな。え、かわいい。鼻当たってるよ、この人。どうだ、あ、どう、いい、すげえいい。よし、ほんと、ほんと、やった。みんなに自慢してこよ。かわいすぎ。すぐみんなに自慢するっていうの、かわいい子供じゃん。ちょっと夏って行きたいところがありすぎるよね。まず花火大会は絶対行きたいから、花火大会は誘う。あと海もさ、行きたいし、遊園地のお化け屋敷も行きたいし、ちょっと場所ありすぎ。花火大会行こう、まず絶対。これはそれもいいけど、今も会いたい。ダメ。最高。よし、花火大会。いい。本当にかっこいい、このルカ。なんかあった、浴衣だ。うん、そうそう、今年はちゃんと着てきたよ。似合ってる。大和なでしこ最高。やったね、浴衣着てきてよかった。あれ、あ、ちょっと早すぎた。あ、じゃあそれまで遊んでようよ。あっちで縁日やってる。行ってみよう。あ、行ってみよう。ドキドキする。うい、心臓の音聞こえる？すごくドキドキしてるんだ。かっこいい。あ、レンジャーのお面売ってる。お、まだあんのか、ああいうの。売ってるよね。俺買ってくる。うん、そこ座って待ってて。あ、分かった。いいよ、買ってきた。あ、じゃーん。お待たせ。すげえ、お面くっついた。かわいい、かわいい。あ、似合う、似合うね。だろ。うん、何レンジャーだこれ。そっか、ルカが見てた時のとは違うのか。あ、うん、ルカくんはやっぱり子供の頃ヒーローになりたかったの。え、ちょっと、かっこよすぎじゃない？やばい。うー。
やっぱかっこいいな、浴衣のルカやばいな。そう、あ、こっち見た。約束だったから。約束。俺子供の頃喧嘩弱くてさ、よく学校で泣かされてた。そっかそっか、そうだったんだ。今から想像つかないよ。本当だよ。まあな。でも、うん、コウのやつは昔から体でかくてさ、喧嘩も強かった。それで俺がやられてると、うん、いつもすっ飛んできて助けてくれた。わあ、お兄ちゃんと、とか言っちゃって。そうだったな。やっぱりお兄ちゃんだね。ああ、それで約束したんだ。約束ね。ちょっとあなた爪まで綺麗ね。聞いて。美しい。あ、はい。俺たちはヒーローになるぞって。だからお前ももっと強くならなきゃダメだって。ああ、そっか、男の子の兄弟っていいね。コウはきっとも忘れてるけどね。ちなみに俺がレッドでコウがブラック。似合う似合う。それはどっちが強いの？レッドでしょ、当然。そっか、ルカ君楽しそう。いい思い出なんだろうな。いいこと聞かせてもらった。俺ここの花火しか知らないけど、うん、よそのはもっとすげえのかな。この町のが一番だよ。ちょっと地味だよね。世界が広いからね。あー、どれだ。いやでもこの町のが一番がいいんじゃない。そっか、うん、そうだよな。うん、きっとそうだ。てか何、今日は本当にありがとうね。多分お前と同じこと考えてる。来年も来ようね。やっぱりなんとなくそんな気はしてたけど、ルカのこれ出た、ヒーロー1で、これがあの屋上で危ないことしてたやつを見た時に出るやつだと思うから、まあこれとこれと見ようか。タイトロープ、まず。どうしてそんなことするの？泣き出しそうな顔でジャケ子が言った。どうしてか答えようとして別に意味なんてないことに気がついた。昼飯代をかけて屋上の塀の上を歩くのは時々ある悪ふざけだった。金がなくて腹は減ってたけど、まさか死にそうなわけでもない。命をかけるにしては分が悪すぎるだろう。やっぱりただの悪ふざけだ。だからおどけてみせた。すると彼女は震える声で言った。どうしてふざけるの？落ちたら死んじゃうんだよ。もちろん彼女の言う通りだ。言う通りだけど、胸の奥に塊みたいなものが引っかかった。別にふざけてなくても人は死ぬよ。きっとその引っかかりがそんなこと言わせた。ジャケ子はまるで意地悪された子供みたいな顔でただ俺を見てた。俺が笑ってみせても昔みたいに笑い返してはくれなかった。そんな顔しないでくれ。悲しませたくなんてなかったんだ。あ、バカルカ。ああ、コウが来たところね。昇降口から怒鳴り声がした。集まった野次馬の中に頭一つ分大きなのがいた。学校で目立つことすんなっつってんだろうが。威嚇するみたいに辺りに視線を投げてコウがやってきた。まだ俺の目を見つめたまま立っているジャケ子にはまるで気づかないように横を通り過ぎた。来い。俺の腕を乱暴に引っ張りながら声を潜めてコウが言った。厨房の頃とはわけが違うんだよ。振り返ると一瞬ジャケ子が見えた。不安そうな顔はヤジ馬に囲まれてすぐに見えなくなった。わかってる、これでも反省してるんだ。でもな、分かってること言われるのは腹が立つんだ。大学の心配か、柄かよ。いきなりでかい手で頭を張られて目の奥で火花が散ったような気がした。こうは手加減ってものを知らない。そうじゃねえだろ。分かってる、こうの言う通りだ。こんな風にバカなのはいつも俺だ。悪かったよ。分かってる、自分でも嫌になる。んじゃあヒーロー1見ますか。花火から帰ると、コウがソファーの上に伸びていた。ジンベエの裾を膝までまくり上げて、はだけた汗だくの胸に、うちわでしきりに風を送り込んでる。なんかそれ見たいな。あ、ちゃんとお面置いてある。かわいい。どうした？だらしねえぞ、コウのくせに。うるせえ。こっちは今まで夜店でイカ焼いてたんだよ。あ、そうなの？お疲れ様。シャワー浴びてこいよ。こんだけ暑けりゃ気持ちいいだろ。そうするか。そうって言ってもバスルームなんて上等なものはここにはない。あるのは外のテラスの脇に情けなく突っ立っているボード用のシャワーのこと。
もちろん水しか出ないから、この時期限定のシャワーだ。またくだらねえもん買いやがって。あ、お面。だらだらと立ち上がったコウが、夜店で買ってきたレンジャーのお面を見て言った。コウ、好きだろ。はぁ、あ、ガキか。しかしアチーナ、ぶつぶつ文句を言いながら冷蔵庫からコーラの缶を取り出すと、椅子の背にかけてあったタオルをひっつかんでコウは出て行った。崖だって、それは悪かったな。でもさ、あの頃はコウも崖だったろ。はっ、あ、ん、そこ、なんか目に飛び込んできたものがいろいろあって、俺がいきなり小学校に転校してきて、しかも同い年なのになぜか崖大将の弟ってことで、小学校の時に来たのか。てか、めっちゃ小学校の教室だ。すごい。お習字飾ってあるし。ねえ、あのさ、後ろの粘土細工みたいなやつさ、電話。黒電話みたいな電話の粘土細工ない？渋いね。いいね。電話、クオリティめっちゃ高い。しかもみんな。あと電話のさ、1,2,3,4,5 個左ぐらいにさ、ぶってえ骨みたいな。粘土ある。いいね。複雑なことはわからないチビたちの間にも、なんとなく妙だって噂はすぐに広まった。あー、そうだよな。子供の世界には遠慮とか空気を読むってルールがない。だからみんな寄ってたかってその秘密を探ろうとした。こうからは何も言うなって釘を刺されてた。もっとも、やたらに臆病で友達とろくに口も聞けなかった俺に、うまく事情を説明できたとも思えない。そうこうしているうちに、もじもじ薄ら笑いを浮かべてるだけの俺は、クラスからはみ出すことになった。あー、あるか。あれは確か運動会の日、家族で弁当を食べた後だった。誰かが、コウは親父たちによく似てるけど、ルカは全然似てないって言い出した。気がつくとクラスのみんなに囲まれて詰め寄られてた。育児のない俺は、相変わらず薄ら笑いを浮かべてじっと床を見てた。心を静かにして、何も考えなければ嫌なことは通り過ぎる。弱い者いじめは、ブラックが許さねえ。あ、こう。突然教室の音が勢いよく開いて、ブラックレンジャーのお面をつけた子が教室に飛び込んできた。こう。お面は夏休みに夜店で買ったやつだった。俺がレッド、こうがブラック。その頃こうと俺は新しく始まったレンジャーに夢中だったんだ。いくら小学生でもそれがこうだってことは一目見りゃわかる。正直、レンジャーごっこをするにはちょっと気恥ずかしい年でもあった。でもその場にはこうに面と向かってそんなことを言える勇気のあるやつは一人もいなかった。こうは何度取り上げられても、そういうガラクタを学校に持ってくるのをやめなかった。来い！うん。習っていた空手の型で威嚇するブラックを見て、みんなはどうしていいかわからないみたいだった。すぐに騒ぎを聞きつけた教師がやってきて、ブラックはあえなく小学2年生に戻された。つまり、お面を取り上げられたコウは、休み時間が終わるまで廊下に立たされることになった。廊下に立つコウを見て、クラスの奴らは気づかれないようにクスクス笑ってた。申し訳なくて、俺が隣に並んで立つと、あっち行ってろ。こうはそう言って、涼しい顔でレンジャーの歌を口ずさんだ。ちょ、かっこよすぎる。こう、あの頃はこうもガキだったろ。それでも、俺にはヒーローだった。俺には本当にレンジャーが現れたような気がしたんだ。やばー。ああ。コーラの缶をペコペコ鳴らしながらこうが戻ってきた。トランクス一枚にタオルを頭に巻いて、さっぱりした顔だ。こう、鳴らしねえぞ。うるせえ。夏はこれでいいんだ。暑がりのコウはそう言って、どっかといつものソファーに落ち着いた。おい。漫画雑誌を読みながらコウが言った。次はブラックにしとけ。ブラックの方が強いんだ。ああ。ちょ。いい話すぎる。オッケー、そうするよ。でもな、コウ、レッドだってもう結構強くなったんだぜ。うーよ。映画化決定。え、マジでやばい。この先の話およびこのまだ解禁されていないこの辺りを読むのがもう怖いという気持ちすらある。いやー、もうあなたたちって最高の兄弟。